麻雀遊戯王。麻雀遊戯王春の足つぼ祭り。日本プロ麻雀連盟石田さみです。よろしくお願いします。なぜここにいるのか分かりませんが、本当にやりたくないんですよあ、そうなんですか。本当にやりたくない。麻雀遊戯王2023春の足つぼ祭り、トップバッターは石田さみプロです。よろしくお願いします。お願いします。どうしたんですか。話したことで思い出したんですか。先生が、はい、始めてくれたと思ったんですよ、はい、まあ、これぐらいならいいなと思った。まだクリーム塗っただけです、はい、これ準備段階ですまだ何も始まってないですから。先生めっちゃ楽しそうにしてるんですよ。本当ですか。ちょっと見てみましょう。よろしくお願いします。先生本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。出没といえば鈴木先生ですね。ありがとうございます、はい、先生そういうとこじゃないですか。ちょっと痛いですよ。ちょっとまだクリームのやつ。そうですよ、はい、まだ何も始まってないです。挨拶もしてない。ということでルールを説明いたしましょう、はい、何言うの。左足3分、右足3分で。先生左だけって言ったやん。いや言ってない。お、言ってない言ってない。誰が言ったんですか。連れてきてください。ぶん殴ってるそんなやつは左足だって、左足だけやって右足やってなかったらバランス悪いじゃないですか。左足だけどんどん大きくなりますよ。歩きづらいですね。水あきの右足もやりましょうと腫れるか良くなるかどっちかですさあ、ということでまずは左足3分いつも通りやっていただいて、その後に右足3分やっていただくということで。全然大丈夫じゃないでも過去にドクターフットさんに施術を受けたことがあるんですよね、医者さん。いや、ありますし、足つぼなんなら何回もやってるんですけど、はい、無理だよ。無理だよ。無理。でもその時そんな痛くなかったじゃん。痛い。あ、厄介ね、客が来たもんですね、先生ね。ね、すぐ痛いっていうか。めっちゃ痛いですよね。ちょっと。はい。もうや、いっそのことやっちゃってください、本当に。もうやっちゃってください、まずは左足3分から、いきますよ。用意。先生、お手柔らかいスタート。優しくお願いしますよ、本当に。だって先生、顔はもう怖いもん。やめてよ。いや、そうです。先生、今真剣だから。そうです。じゃ真剣なだけであって。じゃ笑わせればいい。あ、そうそう、笑わせればいいんじゃないですか。そう、石田さん笑わせたら全然大丈夫ですよ。あ、はい、ちょっと待って、こっち笑っちゃうよね早速作戦失敗ですね。痛いんですよ、先生も、はい、もうまだ痛い、まだ痛い。ちょっと見て、見て、本当に。あ、行きましょう。痛いもん、先生。ちょっと待って、はい、本当に待ってちょっと待ってまだ何も、はい、違う続きませんってくらい言うじゃないですか。違う。はい、はい、どうしたんですか。じゃ先生、笑ってるけど、手痛いから先生はね、笑いながらでもできる。待たない。そこが痛いんです、先生。そこが痛いです。あ、先生。笑ってるでしょ、絶対。先生これはどこをしてるんですか。待って、痛い。バッキーのワンシーン。でも先生、ちょっと待って。先生、これはどこを、してるんですか。止まらない。本当に今一番落ち着いてないのは石田さんですよ。今一番落ち着いてないのは石田さん。石田さんだよ。痛いんだけど。待って両足を使ってのポーズ。今ダメだって。今はダメ。ちょっと待って、一回待って。いやダメだけじゃ分かんないですよ。ダメな理由を聞きたい。痛いの。マーメイドスタイル。マーメイドスタイル。はい。マジで痛いの。マジで痛い。どれぐらい痛いんですか。表現、例えて言ってください。我々も分かんない。作れるわけないじゃないですか。例えようがない。先生、一回休憩しよう。一回休憩しますか、はい、じゃあ先生手以外は休憩してください、はいはい、手だけは、ね、動かしてもらってね、はいはい、ちょっと先生、はい、だって笑ってるもんいいのほらだからもう怒りながらやる。痛いところ知ってるよね先生痛いところ知ってるんじゃなくて悪いところを知ってるんですよ。これ何が悪いか、はい、肩が悪い。あ、麻雀プロだからね。はい、一緒だ。肩どうですか。凝ってますね。ちょっと待って、すごいですね。エビゾリ、一緒のね、エビくんが飛んだ。待って、今の何、先生、ちょっと話そう。さあ、石田さん、左足、甲状腺、甲状腺が痛い。先生、痛いって言ったじゃん。他、悪いところ何個かあるんですって。違う、はい、ここだけは本当ダメ。腰が痛い。さあ、譲らない。患部を譲らない。マジでダメだから、先生、分かったよ。石田さん、大丈夫です。全然大丈夫じゃないの。まだ先生、分かったって言ってやるの。さあ、石田さん、あと5秒です。先生、あと5秒です。5、4、3、2、1、終了。待って、はい、ダメだよ先
足が、足が、そうですね、確かに足つった部分は直してもらわないといけないですね。自分で直します。直します、直せます、直せる、直せる、ほんとやめて、ほんとやめてくださいよ、何直せるって、ちょっともう先生大丈夫だから今すごいですね、他の人が口を挟むのは許さないですね。じゃあ本当に、はい、あの人たち、はいはい、ね、はい、余裕ぶっこいてたけどこういうことだよっていう、はい、なるほど、舐めてる、見せつけてやったぞと、舐めてる、はい、本当に、はい、皆さん石田さんは大げさですよね、本当にね。違うよ。本当に、マジで痛いからね。やんなっちゃうな。よいよ、マージャン遊戯王。楽しい番組いっぱいでよ、見てくれよ。よいよ。右はやっぱないよ。右はやっぱない。なんすか、よく喋る割に主語がないんですよ。右はやっぱないよ。右はやっぱない。どう、あの右はありえない、やるのはありえない、そう、ありえない、だ左足だけで十分、そうそう、最初にやっぱ左でっていう約束だったから、はい、右はない、はい、右はない、わ、うん、かりました、まあ、まあそういうのはしょうがないですね。そうだよね。先生、右足お願いします。おい、待て待て待て、はい、何分でしたっけ、スタートって言ってから3分です。あの1分ぐらいはあのクリーム塗る時間であクリームタイム、クリームタイム1分欲しい、はい、今塗っちゃったら1分クリーム塗れないから、先生、はい、あーほら先生もう塗っちゃったんですか、塗っちゃいました、じゃあしょうがない、じゃあしょうがない、もう塗っちゃうんだもん、先生すぐクリーム塗っちゃうからな、先生、塗っちゃうんですよ、先生ちょっと、はい、休憩しながらね、うん、どうしたんですか、石田さん、息が荒れてますけど、ちょっと待ってくださいね、はい、待ちましょう、おかしいよやっぱり、何、ちょっとよく聞かせてください、だっておかしいもん、はい、先生ちょっと、先生がおかしい、はい、多分、はい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 、なんかうちに恨みがある、恨みがある、うん、確認してみますね、はい、恨みあります、先生、ないないですね、似た人に多分恨みがある、似た人に恨みがある、うん、先生、女性にひどい目にあった経験はないない、ないです、ないんですよ、いいんかよ、ないんですよ、はい、だって痛いもん、だって痛いもん、それは石田さんの体の中に悪いところがあるからであって、そうです、それを押すことによって痛いところが分かって、あ、ここが悪いんだ、よかったね、さっきもね、肩腰肩甲骨が悪いって分かったじゃないですか、うん、ね、これ以上何の文句があります、やりましょう、もう分かってるし、はい、なんなら、はい、健康なんですよ、ほうほう、ストレス多分これは、ああなるほど、日頃の、はい、日頃の、だからこれまたストレス溜まっちゃうから、はい、やめよう。じゃあそのストレスを吐き出してほしいんで、どんなストレスが溜まってるか右足施術してる最中に言ってもらってください。さあじゃあ右足行きましょう。はい、はい、行きます、右足。用意スタート。先生ね、分かってますよね。さあ、うん、さあ、さっきの左で分かってるはずだから、はい、あの痛いところも多分分かってるし、はい、ちょっと待ってって先生、ゆっくりゆっくりこう、ゆっくりこう。痛いってゆっくりじっくりって、どういう意味じゃないんだ、じっくりとゆっくり違う。日本語って難しいですね。うん。どっちがいいですか、じっくりとゆっくりどっちがいいですか、じっくりはマジで嫌だ。もう本当に、ちょっと待って、先生、ここなんですか、ここなんですか、あ、自分の幹部に興味がある、自分の悪いところに興味がある、ここなんですか、先生、そこなんですか、胃が悪い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 、これはライセブンですよ、これは何ですか、これは、肝臓が悪い、肝臓が悪い、肝臓がいい、肝臓がいい、肝臓はいいから、先生、肝臓いいからやめよう、肝臓いいからやめよう、本当に肝臓はいいから、本当に肝臓はいいから、お酒とか、お酒とか、先生、そこなに、そこなに、そこなに、さあ興味がある、興味がすごい、甲状腺、甲状腺、2回目です、はい、2分ぶり2回目の甲状腺、先生、痛い、痛い、痛い、先生、笑ってる場合じゃない、笑ってる場合じゃない、笑ってる、でも先生は、先生は患者の痛みを癒せることに喜びを、先生、さあ、はい、どこですか、膀胱、膀胱がある、もうやだ、もう痛い、痛い、痛い、ちょっと待って、左より痛い、左より痛い、よかった、よかった、やっといてよかった、ティッシュ、ふてくされてる、あれ、ふてくされてるな、ふてくされてる、待って待って、ストレス、ストレス、ストレス、絶対ストレス、ストレス、腸、腸、腸、さあ、何約束したんだ、何約束したんださあ、さあ右足の取り合いだ、右足の取り合いだぞ、さあどっちだ、勝つのは、勝つのはどっち、先生はやっぱ離さないですね、じゃあ先生は優しいからこそ、優しいからこそ直したい、直したいんです、顔見てよく、顔見て、今日もメガネが似合ってますね、ありがとうございます、はい、やばい、むせた、むせた、辛すぎて、むせた、あと何秒、はい、あ
と何秒、あと30秒でした。あと30秒です。黒さんじゃなくて、さっき何で言ったの。出てるでしょ。出てない。出てないの。出てないの。優しくしてよ。何が間違ってる、何が合ってるのかちょっと確認します。ちゃんとしたやつ、これちゃんと足つぼの施術として合ってますかということですね。だってこれさ、病院大変じゃん。確かに確かに、先生今のは施術として合ってたんですか。もちろんです。もっと合ってますね。やっぱりじゃあ悪いところが多かったってことですね。そうですね、足も冷たいし硬いしね。なるほどなるほど。だこれはもうこれ以降はほぐれたからそんなに痛くないってことですもんね。そうですね。絶対嘘。あ、そんなに、そんなに嘘って言うなら本当かどうか言ったから。いいよ、いいよ、やって、もうやらないでやらないで。あ、自分の足を刺繍。先生すごい楽しそうだもん。先生だって、もう先生はね、手術する喜びに溢れてますからね。はい、あ、納得してくれた。大変ですね、毎日。え、全然大丈夫ですよ。患者さんね、これだよね。絶対そうだよ。って言いながら、もう絶対足を渡さない姿勢。もう上げない、絶対上げない。無理ね。いや、素晴らしい。やっぱトップバッターから素晴らしい戦いでした。なんか足も笑ってるもん。あいつ。どうでした、石田さん。痛いよね、だって。もういっぱい、ちょっと、あ、石田さんのパンツいっぱい見れちゃいます。確かに、そうですね。だからそれぐらいはしたないですよね。はしたなかったですよ、ね、本当に。だって、はい、先生が悪いでしょ。暴れるぐらいです。めっちゃ痛いよ、はい、ということでトップバッター石田さん、はい、ありがとうございました。これでも良くなったと思いますんでね。全然良くなってない。あ、じゃあもう一回やります。ありがとうございます。引き続き、はい、プロ雀士として頑張ってください。頑張りますね。いいことしたと気持ちがいいな。怖い。あ、怖。あ、いいよ。何が、あの、マジになったじゃん。あ、人間ちゃってごめん。